やあ、みんな大好きバーチャルブッダだよ。おいっす、聖母マリアです。空を飛ぶスパゲッティモンスター様やで。2022年12月26日、ホロライブ所属のバーチャル YouTuber の風間いろはさんが23時頃から雑談配信をされたのですが、アーカイブ1時間14分頃からこのような発言が飛び出しました。多分この日のスーパーチャット読みに関しては翌日のスーパーチャット読みとまとめたりする可能性。エレソン、たまげたな、これマジ？コメントでもみんなビレソンに対して反応していますね。このビレソンという言葉、いわゆる真夏の夜の陰夢というビデオに関連するネットスラングで、2チャンネル掲示板に書かれた、ゲイの人ってお尻でするからキノコにうんちついてるよね、という極めて差別的な書き込みを元にしたものである可能性が、微粒子レベルで存在しています。元の差別的な意味を知らなかっただとか、特定の誰かを揶揄する意図はなかったというのは、言い訳にならないというのは、過去の炎上事件からも明らかですよね。これが問題ではないっていう人は、心の中に芸への差別感情があるのではないでしょうか。悔い改めて。みんな失念しとるけど、実は、芸美男優にも人権あるからな。当たり前だよな。ペコーラに告白しようと思ってると、ビレソンの違いがあるとすれば、このただのって方がどなたかは存じ上げないのですが、この方が人気 VTuber でも、人気アイドルでもないということではないでしょうか。もし、ただのさんがジャニーズで歌って、踊っているような人ならグエルさんと、同じ理屈で炎上していた可能性が、微粒子レベルで存在しているかもしれません。まあ、理屈はともかく、差別云々はぶっちゃけどうでもいいよね。ホロライブ VTuber が陰夢ネタを使ったよというニュースでした。ご視聴ありがとうございました。この動画は、すべてのバーチャル YouTuber の守護物、バーチャルブッダの提供でお送りしました。いいねボタンを押しておくと、あれ？この動画前にも見たなってことがなくなって、便利ですよ。せやな。